わらびで小鳥乗らないみたいね。あ、ないけない。うん、毎朝出勤しながら。また明日から茨城に行こうよ。泊まると思う。6時過ぎたら楽なんだけど。何でも知ってるからさ、足立てない。中田さんなら分かってる。僕らの年代は分かんないよね。自分の考えを、そんな見てないですか。Thank you.